おはようございます。ティラと申します。鬼コンボ最強伝説やっていきたいと思います。先ほど起きた時にちょっとしたトラブルがありまして、起きたら帰ってあげるじゃないですか。で、今日何して過ごすかと、まあ収録撮ってるんですけど、結局のところの時にインターホンが鳴りました。ピンポーンってなんだと。あのね、鳴らされる覚えでないぞと、ぶっちゃけ言っとろ。いや、実況して隣がうるさくて、隣人がもしかして押してきたのかって、別にまだ実況して起きたばっかだよって思って、なんだって思って、モニター見るじゃないですか。最近のね、やつは玄関にモニターがあって見れるじゃないですか。見たら、階段を降りていく姿が見えました。その5分後、再び押されることもなく、外に止めてた自転車で、滑走していく男の人が見えました。怖いっすね、なんか。うん、まあ鬼コンボが吹き飛んでいくのは理解してたことです。勇者に参りましょう。ここまで来たら決して甘かけません。2回攻撃武器は使えません。参りましょう。滅魔さんで行くぞ。エスタークという悪魔を滅そうや。え、あいつって悪魔なんだっけ。なんだっけあいつって。あいつって悪魔。あ、これ主人公に行くでしょ。これは主人公に行ってくれる。さあ、避けてくれ、頼む。避けないとやばい。いっとちょっと待って、避けるはずのない。ほとんど避けるはずのない。コングヘッドが襲われる。避けろ、あの感動をもう一度。スターレットが出るね。なんだったら、おっと、あ、まあ、どうだこれ。どうだ、主人公ガード避けろ。うわー、で、バッカー !893 だって。おっと、相手の攻撃。え、893だって。すごいでしょ、エスターク。ちょっと、もう一回見てくんないよ。すっげえ反撃食らった。とりあえずエスタークに対して鬼コンボが全くもって無力と化すのはよくわかりました。勇者で参りましょう。ここまで来たらアマはかけません。絶対にタイマーを滅する滅魔さん、眠れる悪魔を起こしに行きましょう。起こすどころか目充血してっけどね、あいつ。鬼コンボでも取った戦略なんですけど、本来の攻略方法は一旦目確定防御は可能です。だからこれを知っているかどうかで大きく難易度が変わります。ちなみにもちろんそんなものはこの縛りに存在しませんので一旦目の確定特技を全身全霊で受けることになります。で、今回盾はね、ちょっと聖堂盾にしてるんですよね。実はここを今流してる映像の前に、まあ結構粉砕されてますとある事情で本当は聖城盾かなと思ったんですけど、粉砕されたんですよ。まあ容赦なく。なので聖堂の盾にしました。うわー、でもこうなるとね、聖堂の盾が欲しくなりますね。避けろ、主人公にかかってる。いっとーく風のマントがあればこんなことには。瞑想でもいいからはい、早くも HP が半分を削られてしまいました。で、そして2ターン目で翼に仕掛けないとフル当たりね、落ちてしまいます。マヒャドはアークデーモンが落ちてしまうし、地獄の豪華もね、ダメなんで、ここにやるしかないんですね。あー、ちょっと遅いな。そして黄色で行くしかないんです。エスタークの魔力の溜まり的に厳しいんだこれ。やっぱ負ける時あるんだよねえ、おっと、相手の攻撃、え、避けろ、頑張れよいらん時に夢を見せるくじ引きの闇。お供をこうすれば一番脅威である帝王の怒りを主人公に向けれるんじゃねえかな。おしゃれ着とかをつけてる関係上、
主人公に帝王の一撃がまあ向くのは分かっていただけたと思うんですよ。だから今回帝王の怒りが来た時に制度立てなんか問題だな今度は。まあ 20% ぐらいの回避率があるんで、それで避けてもらうしかないかと。で、打点はなんとかなりそうだね。今回はね、大きいルチになってるんで、打点はなんとかなりそうだって言ってちょっと危ない気がするんですけど。あ、来た、やばいよ。これ誰に行くの？こうなると誰に行くんだ？さっさかちゃんなの？あ、でもさっさかちゃんはまあ耐久そこそこあるから、あれ意外と敵ちゃんとこ行くんだな。意外だな。待って、主人公に行かない。さっさかちゃんなら、割と回避率もあるし、受けとしてはいいんじゃないかい？さあ、ウルドサブセーナー、よいしょよいしょ、ナイスナイス。さっさかちゃんに行くんだ。意外、主人公に行くと思ってたのに全然。素直に。爆発に耐性がある悪伝はともかく。よしよし、いい流れ、いい流れ、すごいいい流れなんだ今。ここだよ。もうね、スタンクつまずりは強いしさ。いや、気持ちで負けちゃいかん。今までずっと気持ちで勝ってきた。今までずっと気持ちで勝ってきたじゃねえか。いけるって。よっしゃ、つないだ。あとはよろしく。さあ、いい感じ、いい感じ。うわ、いけるか、早速じゃん。ウルトラスターンプ、おっとっとっと、あっ、もうかわいい。打点は大丈夫そうなんだけどね。悪伝たちもやってくれてるし。主人公のもう加勢すれば、打点はいい感じになるかも。ここね、どうしようかな。ここ貯めるか。ここ貯めるか。うん。ここ貯めようか。悪伝と主人公の火力を増強して、ワンチャンでやった方がいい。ここ貯めようか。いけるぞ。ワンチャンあるぞ、これ。そして、このターンですよ。3ターン目ですよ、やっぱり。これよね、主人公、頼むぞ。製造の盾と忍びの服だぞ。頼む、頼む、痛いよ。製造の盾ごと粉砕しただろ、お前は。聖堂の盾なんかで、ね、あんな手の時期防げるわけがないやんか。ディギの世界考えてみ、世界観よ、世界観。世界観の問題だよな、もう。俺はもうゲームの話してるのに世界観の話してんだよ。聖堂の盾こと壊しただろ、お前今。聖堂の盾なんかで、ね、防げるわけないよな。ちゃんとした盾の方がいいよ。このゲームでは防げるんだけどさ。おっしゃ、いいよ。一気になんかチャンス出た。あれ、いけるか、これもしかして。うわー、いけるか。ええ、おい、あ、さっさかだよね。さっさか 10% ぐらいだ。よけろ、頑張れ。まだ、頑張れ。いける、お前が作ったチャンスだ。お前がよけろ、いけるんだよ。製造の盾がなぁ。神は言っている、ここで死ぬ定めではないと。大問題、もうこれ挑んでるのは5戦目ぐらいです。はい、5戦目ぐらいなんですよ。で、ここまで負けると、まあ、大抵の実況者は嫌がりますよ。僕ね、今の実直な感想言います。楽しいね。楽しいよ。もう、ワンチャンあるんじゃねえかってところまでいけてるんだもんね、なんだかんだで。もう楽しくて仕方ない、今この瞬間。普通の実況者だったら、これは嫌だな。これは失踪毒好きもね、もうやむを得ない状況だと思うんですけど、いや、5回目にしたってね、楽しいね、もうもはや。何回でもやってあげる。君が諦めるまでね。あって、君、お前も諦めて、ダメ。さあ、竜巻か。竜巻の方が嫌だな。避けろ、頑張れ。ドッハー、グワッ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 グ。竜巻の被害が人材、人体、人材。
竜巻で2体が飛んでっちゃうんだよな。耐久ランクが一気に怪しくなった。とりあえずここかと。OK。最大は取ってる。だから、これで負けたらもう仕方ない。餌だって詰まってるやつ強いもん、こいつ。よっしゃ、よし、よし、もう5回目で全部フルレンダだからね。あ、違う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 、あかんね。打撃は通んない。だから、あ、まあ、いいためる、いいため、いいためるじゃないか、それ。いいためる、いいため、いいため。これでウルトラスタンプで700打点取ってくれればいいんだけどね。まだまだ。このターンは低音の一撃の可能性もあるし、低音の一撃やったら、ガードとか避けるとかあるからね。聖堂の盾信じるぞお前。聖堂の盾なんかで大魔王くんなよって本家では言いそうやな。そうそう、本家やとね、やっぱこういうところでメタキン盾持ってる実況者は珍しくはないですよ。どうしてもね、仕様が分かんないよって人にはね。さあいけるか、さっさかちょん、やっぱそうだよね。頼むわ主人公、貯めた後のスターライトにかかってる。まあでも盾は結構出るし、会心出たらめっちゃ出るからね。せーの、あーまあまあ十分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 。うわやばいなこいつ。いや低音の時期がやば。頑張れ、避けれる、耐えれる、避けろ、よっしゃー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 、きたー、まだだまだだ。粘った、粘りを見せた聖堂の盾、まだいける、いける、信じろ。いやーでもとどめボーダー足りねえな、これはさすがに。さすがにそうだな、足らないね。ウルトラスタンプせーの、おーっと、どっちにしてもダメかー。え、やばいな、ここでマヒャドバやばくないか。いやでも一応耐えはするんだけどね、耐えはする。恐れるべきは次のターン、とどめボーダーに乗せれるかどうか。そしてエスター君にですね、今まで言わなかったんですけど、ここ凍てつかあります。5ターン目凍てつかとあります。どういうことかっていうと、とどめボーダー乗せた時にここ凍てつかをされるとですね、負けます。とどめボーダーにも乗せないといけませんんで、恐ろしいことを今考えているわけですよ。どういうことかっていうと、このまま行くとやばいです。え、このまま行くとすごくやばい、嫌な予感しかしないのよ。あれ、そもそもお前当てれる、さっさかちゃん。ああ、ちょっともうどうしようもねえ。おおっと、相手の攻撃、もうやもうダメだ。楽しいねこのゲームね。神は言っている、ここで死ぬ定めではないと。かつてここまででも負けたやついるか？だいたいなんか2回目3回目くらいでなんかいけてたよね。やっぱここに来て、やっぱり何？新大魔王ってのがいかに恐ろしいかがわかるね。SP がやっぱ事実上封印されてるわけじゃないですか。その恐ろしさが今身に染みてるわ。いいね。楽しいよ、そりゃ。楽しいよ。普段ティラさんがこれがだって普通のティラさんがこれやったらさ、あだって勝てちゃうもんね。痛め風のマントとかしちゃうからね。だからこれをすることにより、あのさらなる高みへと僕は登れるわけですよ。モンバトのね、やっぱね、さらなる高みへ進めるってわけよ。いくぞー、はい、OK。そう、モンバトのなんだ、もう真理のその先、第五宇宙まで行こうぜ。さあ第五宇宙を飛ばせましょうか。もう第6回目だよもう。常に翼屋も全力で、全力で常にモンバトに取り組んできたんだ。だからこのチャレンジも運でも何でもいい、いつか行ける。よし、かっこよくメンチ切ったじゃねえか。
かっこよくメンチ切ったからには負けられねえぞ。もう違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 う、あもう違う、あ違う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 、あまあいいいいいい、炒める、いい炒める、いいよ、それで合ってる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 、主人公に託せ、主人公に託そう、いいよ、ここまでの流れは大丈夫なんだ、ここまでの流れはうまいことできてる、で勝つ流れもちょっと見えてきてる、初めは無理だと思ってたけどね、スピンなしなんかでこの突っ込むおバカさんがまだいける、いける巧妙が見えてるもん、オーケー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 、さあさっさくちゃんいけるか、貯めるか当てればだいぶ出るぞ、いけ、おーバクチだー、おーやっぱりそうなるのね、あらかわいい、うわあ来た、ようやく来たねそれ、来た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 、3ターン目は実は今まで全部やられてましたけど、帝王の刺激が凍てつカードを託なんですよ、はい、ようやく引きました、凍てつカード、これでかいな、ワンチャンいけんじゃねえか、これこのターンに、このターンにウルトラスタンプ当ててくれたらいけるかもしれん、会心とか、このターンに攻撃しても耐えることは分かってるからね、いけるぞ、早速じゃん、お前に全てかかった、いけ、ウルトラスタンプ当ててくれいや耐える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 、来た来た来た、イオナズンで外すわけないもんね、イオナズンを捉えた、いや6回もかかるだなんて6回もかけたよ、いつかいけるいつかいける、いいじゃんこれだよ、俺が求めてた戦い、やったやったやった6回だもん、試行回数やばいよこれ試行回数やばいよ、よくやったわ、ここまで来るまでだいぶ苦労したね、いやでもすごいわ、禁断の地方も使わずただ信じ続けたぞ、楽しいね、楽しいわこのゲームこれはもう普通の実況者じゃできねえもうまるでこのなんかゲーム終えたみたいになってるけどさ、あととんでもねえやつ2体残ってんだよな。